日本政府は今回の判決を受けて韓国のナム・ガンピョ大使を外務省に呼び出し抗議を行っています。外務省幹部は常識国際法いずれからもありえない判決だと強い不快感を示しました。日本政府は慰安婦問題について1965年の日韓請求権協定や2015年の日韓合意などにより解決済みという立場です。